皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は内申点についてお話したいと思います。内申点という言葉ね、学校でもよく聞くので知ってるよという人もいるかもしれないんですけど、ちょっと踏み込んでお話したいと思います。この内申点というのは中学校における成績とか活動の成果を記録した調査書、これが高校に送られるんですけど、この調査書の中にある9教科の成績を5段階で評価したもの、これは内申点です。皆さん普段ね、学期の終わりに成績表ってもらうと思うんですよ。で、各科目の横に ABC とか書いてある、隣に数字が5とか4とか3とか2、1って1があっちゃ困るんですけどね、その数字書いてあるんでしょ、あれは内申点だと思っていいです。で、高校入試にはこの内申点というのはとても大切です。このことはもう以前から言ってることですけれどね。じゃあ内申点ってどうやって決まるのかというと、テストの点が良くても内申点が低い人はいると、このことを実は今日知っておいてほしいと思います。テストができれば内申点がいいと、こういうわけじゃないんですね。これは統計からも分かっています。もちろん学校の先生たちは知ってると思いますけどね、自分たちがつけるの で大切なのは何かというと、内申点を上げるのに大切なのは何かというと、これは普段の授業とか学習の態度なんですね。3つ挙げてみると、丸1は宿題をちゃんとやってるかどうかと、2つ目、丸2は課題を期限内に提出してるかどうかね、課題提出してよと遅れて出すとね、内申点下がっちゃいますよ。ちゃんと期限に間に合うように提出してください。で、3つ目、授業に参加できているかどうかと、ね、主なものはこの3つですね。これが内申点がいい悪いに大きく関わるものです。テスト良ければまだね、内申点いいんじゃないのって思ってる人いるかもしれないんですけれど、じゃあ静岡県の統計、実は静岡県のね、約1000弱なんですけどね、の塾が集めた統計を、実は約8000人分の統計があるんですよ。それをもとにしてお話しすると、静岡県内中3生の内申点の平均は 32.2 点です、ね、これ平成3年のものなんですけど、この平成3年のもので平均が 32.2 点、受験する中学3年生の平均ですね。で、静岡県には県の学長テストというのが中学3年生になると9月と11月の終わりか12月の頭にあって、この2回のテストの2回目をもとにして内申点比較してみました。平均が 32.2 点なので、内申点32点の人、これを調べてみると、一番得点の高い人と一番得点の低い人の差、実はね110点以上あったんですよ。110点も合計で、静岡県合計ね、50点満点、一教科50点満点で250点満点なんですけど、250点満点の中で同じ内申点なのに、得点の差、テストの得点の差だけで見ると110点以上もあるって、これはおかしいと思うでしょ、普通テストだけでつけると思ったら。じゃあこの差はどこから来てるかっていうと、この3つなんですね。宿題をちゃんと出してる、出してなければ差ありますよね。課題を期限内に提出している、提出してなければもちろん差ありますよね。で、授業に参加できていると、参加できていない、で、授業中隣の人とおしゃべりしていると、参加できていないですね、当然差あります。そうするとこのように110点以上差があるのに、その110点下の人と110点上の人が同じ内申点になっちゃうってことなんですね。ですから内申点、高校受験に大切なものですから、中学3年生の人必ず宿題をちゃんと出して、ね、課題を期限内に出して、で、授業にしっかり参加して、いい内申点を得て、いい学校、自分の希望している学校を受験して合格してください。ね、今回は内申点についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまた。
お会いしましょう。さようなら。